皆さんこんにちは松本竹文です今日はですね高齢者施設の感染対策ということでね、えー、コロナウイルスについての続報をちょっとねお伝えしたいと思いますクルーズ船の中のね状況ですね今話題になってますまあ、岩田先生がですね中を見てねゾーニングができてないとかですね人のすれ違いがですね あのまあ感染者と感染者じゃないとすれ違ってるじゃないかというようなことをねあの内部の事情なんかを告発されて、えー、非常にまあセンセーショナルだったですね今、えーまあ、3000人からの人たちをですねまあ船の中はほとんどレッドゾーンだと思いますのでまあその中でどう取り回すかで本当にね、えー、難しい状況だったんじゃないかなと思うんですねダイヤモンドプリンセスの中でね感染対策に当たられているこの高山先生という方がですねフェイスブック上にですねまあ にね、状況を報告されててですね まあこの方がですね、まあ、冷静に今後の状況なんかもね説明してくれてましたので、えー、今日はこの高山先生のフェイスブックの中からですね高齢者施設に有用と思える情報をお伝えしようと思いますコロナウイルスはですね若い人がかかってもねほぼまあ警戒すると言われていますうーただですねハイリスクな方がいるよということですハイリスクな方はですね高齢者あと基礎疾患のある方なんですねでそう考えるとね、まあ、施設、まあ、高齢者施設は ほぼ全員当てはまるという状況になりますので、えー、高齢者施設には絶対にもう蔓延させてはならないと、えー、思えるものですね高山先生が言うようにもしね100人の施設でアウトブレイクしたら、えー、こういう状況がイメージできるということを言われています、えー、発症30人以上救急搬送は10人以上、えー、死亡者数名そういうイメージで、えーまあ、あの100人規模の施設だったら。 あこのコロナウイルスというのは猛威を振るうんではないかと、まあ、あくまでもイメージですけれども、えーまあ、全くイメージがない状態よりは、えー、我々ののの、ね、中にまあ1つ持っておくべきものなのかなかと思います軽症だとですね通常の風邪の状態が長引いた風邪の状態で、まあ、7日間ぐらいで警戒するという状態か。あるるいはは重症化する場合は えーっとまあ、発症して7日ぐらいのところから、ねまあ、呼吸の状態が苦しくなると呼吸苦が出るということで、まあ、あのニュースなんかでもですね、えーまあ、人工呼吸器をつけたなんていうような重症の方もいらっしゃいますので、えーまあ、そういう状態になってしまうということですね。まあ あの入院があったりとか一部は集中治療室での治療が必要になってくるというような形で、まあ、重症化するとこのよようううに長引いいてしまうよということここなんでですねでこの前私の動画でもお伝えしましたけどももうあの発症症状が出てですね3日間ぐらいは勝負だということです3日間ぐらいならしっかり治してしまえると警戒のここでストップするんですけどもそこをですね まあ仕事なんかを続けてしまっていて亡くなってしまったという例が中国でもあったということがね、えー、伝えられていますので、えー、ぜひねこの短く済ませるというイメージも持っておいた方がいいかなと思いますでこの高山先生がですね高齢者施設をまあ想定したところがあったんでそこをピックアップしますね高齢者施設ではですね、まあ、まず外から持ち込まないということですね、えー、職員の体調管理をしっかりするで面会は禁止する で物品の搬入なんかでもですね人の出入りとか物の出入りがしてしまいますので物品の搬入も気をつける、えー、いつもよりもゾーニングを厳しくするっていうことですね。で外から持ち込まないために、まあ普段よりもより厳重にすることとして、えー、職員は、ね。 検温と症状の確認を毎日行ううといことですねでアルコール消毒を徹底するということですね手指もそうですし、まあ、発症した人が触れたところなんかはしっかり拭くっていうことも書かれていますねで職員の対応なんですけども軽症でもですね症状があれば絶対に休む絶対に休んでくださいということを言われています。もう。 これを絶対徹底しないともう感染が止まらなくなるよということを言われていますね。で業務なんですけれどももう職員がね半減するっていうことも想定してで優先業務を決定しておくっていうことですね。これだけはちゃんとして後のことはもう今はいいと。 いいうふうにちゃんと業務を分けるっていうことですね、えー、そこもまあ今のうちから想定しておきましょうということですね。で通所サービスについても高山先生が触れておられて通所サービスの場合は感染管理は困難、まあ、ほぼ不可能ということを言われていますね。はいですのでもう流行期は休止をした方がいいだろうとね。 通称サービスが必要なぐらいの方ですので、えー、介護が必要な方ですで介護が必要なので通所が止まってしまうとそこで食事が止まったり入浴が止まったりしますので訪問刑をちゃんと充実させましょうということですね、えー、この辺まあたりは通所刑の方は今からちゃんと考えておくということが必要じゃないかということですねダイヤモンドプリンセスで治療に望まれている高山医師の Facebook から高齢者施設で有用な情報についてお伝えしました。ぜひ参考にしてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。みんなでコロナウイルスを乗り切りましょう。さよなら。